ジーはゴールドのジー。ああ、それはもう飛んだらありがたい。もう全部拾いに行こう。なんか洋服とかもこうやってやって、ここに入るようにしよう。カバン全開でね。OK よ。お墓？ほうほうほう、棺に。エビュール街道来た。OK。レベッカさん。あ、フレンズも私カラオケでめっちゃ歌います。いや、レベッカさんも好きだな。どっから来たっけ？寝室やったっけ？で、この人クイーン入るんですかね？でも私はクイーンに入れるのはやっぱ姫屋様がいいかなと思っております。あれ？アンルシアの部屋どこだっけ？そうですね、お母さんとか、でもね、山口百恵さんの歌もやっぱカラオケで歌う。そう、だから、洋スピさんとか、とも一緒に歌ったし、ぬのこさんとか、椿さんとも前、カラオケ一緒に歌いました。あー、プリプリ。M。好き。そう、私もね、アストリティアのクイーンには、姫屋様を、に投票したいなって思っております。あれあれあれ。今は二十歳です。あれ？アンルシアになっちゃった。あれ？あ、インゴさんから。どうもこんばんは。そうですね。ヨースピさん、サザンさんですね。大好き。内容で。しかもね、似てるんですよ。もう最初ね、思わず爆笑しましたもん。あ、インコ様と、インコさんお疲れ様です、総監督。イェーイ、総監督イェーイ、お疲れ様です、イェーイ。ブランデドーラ。ここか。ん？スラチャ？クレヨン車？ほう。なんて歌だろう。ラスボス相手に悶絶してると思います。インコさん。インコさんお疲れ様でした。レビュール街道北だから、こっちの。あ、これさっきもいたやつだ。4期は2.4のラスボス全員で行った方が良さそう。2.4がクリアするともう3.0なんですかね。え？スチャカラパー？なんだそれ。 おっとっと。あ、助け合った方がいい。そうなんですよ。なんかサポート一緒に行くより、やっぱね、生身の人間って言うとなんかちょっと変な意味になっちゃうけど、生身の人間がね、入って操作した方が、なんかね、いい感じに、ね、戦えそうな気がするなぁと思います。ね。まあ基本でもラスボスとかやったらみんなで、
たいと思っております。はい、ラスボスは4キでお願いしたい。そうですね、ネルゲルも4キで倒したので、もうやっぱりラスボスはね4キで倒したいなぁ。あ、水の中の、そうですよね、もう大山さんとか多分ね、サポで行ったらもう本当に干からびて死んじゃうって感じですよね、もう。本当に危ない危ない。うん。そっかそっか。外に進めとかないと。あー、集合配信。あー、それもいいかも。うん。外伝全然やってないから、やっとかないと。うん、わあ、すごい。小川のせせらぎ。あ、サポで行ったけど寂しかった。あー、なんかそれちょっとわかるかもしんない。今こうやって4機のサポを連れてるけど、やっぱり、なんかね、人がいた方が楽しいなって思います。あ、ちょっと待ってくださいね。いや、これ業務連絡でございます。はーい。いや、大山さんからの LINE じゃないですよ。はい。いや、寝落ち？寝落ちはしてないですよ。でもね、たまに本当になんかたまーに、ほんとごく稀に寝落ちしそうな時はありましたね、何度か。はい。あれ？あれ？海岸沿い？あれ？海岸に向かってたんだ。どこだろう？あ、こんにちじゃない。あれ？行けるのかな？ん？あ、下に下るのね。オッケー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 。理解した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 。はい。行けた。キラキラ。小山さんの舞台、はい、見に行きます。そう、やっぱりね、サポで現れるときに、こっちの方がもうなんかぽいなと思って、この髪型にしました。やっぱりね、黒髪はね、大事だなぁと思っちゃいました。はい。ここでいいのかなぁ。そう、なんかね、寂しくなるんですよね、黒髪じゃないと。ぴょんぴょーんと。はい。はい、見つからないんです。目を測る、行く前に、と。おー、真珠。黒髪大事、キラキラ大事。あ、待て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 。ギリ。ギリギリ。のが、なんか CV かっこいい。なんかこの人、あの人に似てる。なんだっけ。本田圭佑さん。かっこいい。CV。
なんか嫌な予感。立派やな。あ、インコさんから、おお、インコさんお疲れ様です。そしてインコさんからいらっしゃった方、こんばんは。これ犯人は誰だ？ほい。ね、でも展開気になるけど、ちょっと待ってくださいね。こうやって調べることできるのかな、お墓。いやー、ほんとお墓とか苦手。ああ、これだ。墓荒らし。そんな言わない。でもこれ別の誰かが墓荒らしをしたってことですよね。あ、キラキラー。どうしようかな。なんかこっから先ちょっと、いっぺんにやりたいな。どうしよう、明日やろうかな。そう、どうしようかな。あ、そうかそうか、石で戻ろう。あ、これじゃないや。ネギじゃない、これだ。そう、どうしよう、今日ね、一応ね、13時半ぐらいまでを予定してて、ちょっとでも進めれたら進めたいなと思って。かわいい。あ、飛んじゃった。飛んじゃった。どうしようかな。とりあえず報告だけして終わろうかな。ね、しかも今、バトマスで来ちゃった。もう、どうしよう。じゃあ、あと、あれ ?13 時半って言った?あれ ?23 時半だ。あれ?嘘?危ない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 。誰、朝まで行けるって言ってる人は、ちょっと怖いよ怖いよ。それ、そういうの怖いよ。本当にそういうことしちゃうから、ダメ。そう、ちょっと早いけど、そう、明日やろうかな。どこで打ちようかな。いや、オーリアさん。いや、ちょっと明日リアルに予定がありますからね。学校で寝ちゃうよ。てか、明日の朝時間があったら、でも、
うん、そうですね。深夜配信はアーミー先輩に任せよう。ちょっと待ってくださいね。よし。じゃあ、あと5分。なんかお話をしようかな。じゃじゃーん。DPV。かっこいいなぁ。黒光。歌うの歌わないです。あ、そうだ、今日、皆さん何食べました？夜ご飯。え、G っぽいな。いや、黒光りやけど G じゃないです。サンマ、うわ、そっか、もうサンマの季節だ。栗ご飯。うわ、ハンバーグ、納豆、あんかけ、竜田揚げ、うわ、クリームパスタ、うわ、焼きそば。チキン生。え、三色丼って何ですか？待って、プクリポとか大山とか大丈夫？ね、嘘でしょ、嘘でしょ。は？鶏の巣とフォアグラ？嘘や。やば。鶏の巣？鶏の巣って枝でできてるんじゃないんですか？ピーセー誰食べたの？え、芋虫の丸焼き？やばい。え、三色丼って何だろう？初めて聞きました。ね、タケノコご飯いいなぁ。わ、ココイチのカレー。え、鶏の巣知らない。あ、山椒魚食べました。あ、山椒魚ってなんか、あれですね、唐揚げにすると美味しいんですよね。へぇー。イナゴの佃煮？いいねー。いやぁ。え、ツバメの巣？え、でもなんか鶏の巣ってよくなんか、テレビとかで食べてるじゃないですか。ツバメの巣とか。そう、でも、なんかあれ？私、鳥の巣って、あの枝、枝ちっちゃい、小枝ってできてるのしか見たことがなくて。そう、だから、え、なんか枝を食べるのかなみたいな。そう。うん、ほんと、お、ありがとう。え、海藻？は？海藻でできてる？え、ツバメの巣の原材料、海藻。ツバメの唾液。お稲荷が職人で伝う声だ。あー、そうかもしれない。唾液。え、海ツバメの巣。海藻で、え、じゃあツバメの巣って別にそこら辺に浮いてる海藻とかでもできるのかな？それか海藻とツバメの唾液でなんか、コーティングしたら美味しくなっちゃうのかなみたいな。取りづらいとこに巣を作る。あ、日本にいるツバメの巣は土？へえ、知らんかった。え、何味なんやろ。わかめの味みたいな感じかな。なんかコリコリしてるのかな。でも私あれ好きだ、クラゲ。クラゲは好きです。あとね、海で獲れるものって言ったら、魚も好きやけど、ひじきとか。私は今日、つけ麺と、ひじきと、あとなんだっけ？あ、それだけ。はい。え、食感がいい。いいえ。味はない。え、じゃああれか。なんだっけ。フカヒレ？みたいな。こっちの、感じなのかな？春雨みたいな。春雨？え、無味無臭？食べてみたいな。でも今の時期、サンマいいな、サンマの塩焼き。食べたい。私、本当にサンマをきれいに食べるのが得意です。はい。本当に。え、バーミヤンに行けばツバメの巣がある。え、嘘？え、バーミヤン？バーミヤンってファミレスみたいなやつかな？
わあ、サンマ食べたい。内臓、私内臓大好きで、なんかね、サンマの内臓大好きで、なんか最初に内臓だけ取っておいて、違うところに置いて、後からご飯食べ終わった後に、サンマの内臓を食べるのが好きです。いや、美味しいんですよ、内臓って。はい。え、内臓無理。嘘、美味しいのに。そう、腹わたっていうの、あれ。そう、そういうのが好きです。いや、なんかね、ちょっと苦いけど、それがいい。あと、尻尾。カレーの揚げたやつの尻尾とか好きです。そう、腹わた美味しいですよね。肝苦手。え、鱗は最初、好きじゃないな。バラモス？ でもね、この間、のどぐろをちょっと食べたんですけど、美味しかった。はい。まあ、内臓が好きな内藤でございます。はい。じゃあ、11時半になったので、今日は終わろうと思います。また明日、放送しようと思います。もしかしたら明日ちょっと日付が変わっちゃうかもしれないんですけど、日付が変わっちゃっても配信はしようと思うので、日付変わったら明日って言わないかもしれないけど、そこのところはちょっと、ゆっくり しようと思います。明日はストーリーをもうね、進めちゃいたいと思います。また明日よろしくお願いします。今日も放送ありがとうございました。明日月曜日お仕事頑張ります。